よし、あげますよー。お願いしまー。辛いの好きなんだ。なんかそういえばどっかで見たな。なんかめっちゃ筆なんだけど。めっちゃ筆。すごく筆。非常に寒い冬であった。骨を刺す寒気、真っ白な雪が山を覆い隠していた。ふかちゃん。山中の仙人を心配する者もいたが、百花の露を食す仙人よりも自分の心配をした方がいい。そう思っている者が多いため、徐々に誰も口にしなくなった。あれ？厳しい寒さに見舞われた山の中は、ある野菜だけが青々と伸び、そこだけ春が去っていないように。エピソード7、イエス、Thank you、ありがとう。春フランと呼ばれる。春フラン。春フランは漬物にするのがいい。かゆと合わせればいきなりナレーション入ってきたんだけど。ザクッとした重厚な歯応えに驚く。いきなりナレーション入ってきたんだけど。爽やかな塩味が味を引き立てる。美味しそう。約7日間食べられる。お腹すいた。食べ終わったらまた作る。お腹すいた。春フランをきれいに洗ってから干す。それは漬物の第一歩。その後は武の心を持って取り扱う。武の心を持って取り扱う、シュンフラン。早すぎず、遅すぎず。どういうことじゃ。軽すぎず、重すぎず。どういうことじゃ。合わせます。あれだ。干した後のシュンフランは縮まるが弾力がある。へえ。そのため包丁を入れるときは注意が必要だ。なるほどね。切る前はゆっくり。だからさ、ふかちゃん一言も発さない。瞬間は速やかに。一言も喋んないんだけど。かつ確実に。今回の主人公では。今回のメインどこ行った？包丁がまな板に当たるまで細かく早く。いや、わかる。この時間帯だからさらにお腹すく。力任せではなく手際よくやるのだ。おっさんがメイン。こうして細かく切った後は全然喋んない。塩をかける。ああ、これ塩なの。塩を春フランに揉み込むのは力と技に対する試練である。なんか違うの見始めちゃったかな。せいてはならず、もしかして緩慢であってもならない。心を持って気を巡らせ。あ、ご飯食べたんだけど、ね、お腹すいちゃう。気を持って体を動かす。美味しそう。体をだいぶ話違うので。もうマジで一言も喋んないじゃん。意を持って指を動かす。BGM 特別ね。 BGM かっこいいね。揉みほぐすほど色も味も良くなる。色も味も良くなっても喋らないんだよな。喋らないんだよな。スパーかっこよ。重しを置き、容器を閉じ、7日間待つ。負荷は添えるだけ、添えられてる。マジで添えるだけじゃん。一人雪が舞う山に向かって仙人は7日前につけた春フランを開けた。あ、あ、ふわふわだ。絶対美味しいじゃんこれ。絶対美味しいじゃん。絶対美味しいよこれ。 100% 美味しいよ。あ、喋った。なぜか前の味と違う気がします。7日前はまだ雪が降っていなかったからでしょうか。部屋に戻りましょう。春が去り秋が来る。山の景色は常に変化している。室内にいる時だけ仙人は時間の流れを感じない。少な。まるで幾度も同じ7日間を繰り返すかのように。おじさん帰ってきた。旧友たちと共にいた日々に戻った気がするのだ。
今回の味はちょうどいいですね。ああ、よかったね。セリフ少な。セリフ死ぬほど少なくてびっくりしちゃった。ホムホムと同じ人。なんてこった。実質ホムがナレーションしてたんじゃん。でもフカさんかっこよ、これ。エンディングのフカさんかっこよ。めっちゃピーちゃん、ピーちゃんいる。ピーちゃん30秒もなかった。30秒もなかった。ピーちゃん、ピッピッピッピーちゃん。あ、あったかい服装してる、えらい。ちゃんとあったかくするのえらい。天才。旧友なんてもんはね、いつの時代だっていないんだよ。いいか、旧友なんて呼ばれるものはな、旧がつくんだからもういないんだよ。そんなことはみんな知ってるんだ。旧がついてしまうぐらいの友人はもうみんないないんだ。うわー、どこ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 。